こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。えー、オーストラリアアマゾン FBA 納品マニュアルの、えー、パート2です、えー。パート1のね、えー、商品を、えー、選んだ後、えー、パート2では、まず発送元の住所を入力します。この時の住所、なんと日本からでも中国からでもアメリカからでも、えー、国外からの FBA 納品が可能です。 これは今までのね、え m アマゾンの仕組みの中ではなかった、えー、問題で、完全どうすんのかというのが若干気上かりなんですけど、まあね、完全書か,かんないことも多いんで、えー、まずはね、えー ま、指示通り、納品してみると。まあ、安いね、ダイソー商品を30点ぐらい、可愛く始めてください。え、サポートにね、え、連絡して、日本からでも納品できんのかと、言ったらね、え、日本から納品できると。他の国、アメリカ、あるいは日本のね、FBA、え、メキシコもカナダもそうですけど、国外からのね、え、納品は受け付けないという注意書きがあるんですけど、え、オーストラリアだけは、なぜかその記載がないと。不思議に思って質問したら、国外からの納品を受ける。 これがもしかしたらね、FBA が同時に始まると言ってたのに、えー、約3ヶ月遅れた理由なんじゃないかなと思います。まあもっといえー、自宅からね、えー、納品できますんで、これかなりね、納品しやすくていいなと。まあ逆にこれ納品しやすくてね、えー、スムーズに行くと、まあちょっとね、えー、やりやすいんで、 イストーリーゲームは結構厳しくなるかなという気がするんですけど、まあ現段階だとね、まだ全然、えー、ガラガラなんで、今のうちに商品探して、えー、どんどん納品するという形でね、えー、設けていきましょう。で、まあ自宅の住所をね、入れて、えー、クリックするとこのように今変えてますよとね、ね納品元を決めましたというようなね、えー、記載になります。そしたら、えー このねまあ、基本的に黄色いボタンをどんどん押しときゃ進んでいくとで。ラベルもね、ラベルのサイズを選んで、こちらをこうクリックしてね、えー、ラベルを印字して、えー、間違えないように貼り付けると。で次、コンフォーム、このコンフォームをして、えー、また次もね、確認して黄色を押して、えー、どんどん進めていってください。で、えー、ここに来てですね、えー 1>, 1個で納品するんでね、もうチェックはいじんなくていいです。で、どのキャリアで、えー、発送しますかと。ね、えー、オーストラリアに住んでる方でオーストラリアのね、えー、このオーストラリアポストとかファストウェイとかトールを使う人は、まあ、ここを選択すると。まあ、それ以外の国の場合は、えー、当然この辺のサービス使えませんので、アザね、郵便局から送るんだったらジャパンポストですし、えー、 アメリカから送るならね、u s p s まあ、中国からだとね、チャイナポストですかね。まあ、何しろ、アザーを選択してください。で、まあ、大きさと重さを入力すると。まあ、これね、えー、他のところ使うと意味ないんですけど、おそらくこの3箇所のどれか、あるいは3箇所の全部がね、定型、えー、配送サービスになるんで、まあ、そのためにね、こういう風になってるんかなという感じです。 重さ、大きさ、一応入力欄があるんでね、入れないと進まないんで入れていただいて、で、ラベルを出すと。で、このラベルはね、えー、箱の上にしっかりと、えー、剥がれないように貼り付けてください。で、念のためね、えー、箱の中にも1個入れといた方がいいですね。あの、途中でん誰かね、えー、配送人が紛らわしいって剥がさないとも限らないんで、箱の中、箱を開けた時一番上に見えるように入れといた方が無難です。 で、大きさを確定させて、えー、こちらのコンプリートシップメントを押すと、えー、納品手続き準備完了という形でね、あとは EMS で送るだけという形です。また作業しながらね、迷うところあったらお気軽に、えー、ご質問くださいで。ちなみに私がオーストラリアに EMS を送ってた時は、もうかなり適当にね、 えー、ダイソーショップデイリーアクセサリーズと。ね。あるいはね、えー、ビューティーアクセサリーズオブダイソーとかね。えー、そんな風に書いて、えー、原産国チャイナ。ねで、えー、10個なら1個100円だからね、えー、オーストラリアドルで10ドル、30個なら30ドルというような適当な書き方で送ってました。まあ、それでもね、オーストラリアには普通に届きます。だから通関できます。ただ、 アマゾンに入れることを考えたら、可能であればね、種類がそんなに多くなければある程度細かく書いた方がいいのかなという気もするんで、まあ、ここは書くのがめんどくさいのかね、えー、細かく書いても全然 OK なのか、まあ、それと何を送るのかをね、えー、教えていただいて迷った場合、あるいはね、確認のためにご質問ください。何しろ、いよいよアマゾン FBA 始まりましたんでね、えー、こうなればもう本当に手当たり次第にそこら辺の 商品をね、えー、納品する、あるいはカタログ作って納品する,するのみならず、す、え、で、ー、にある、ね、カタログに FBA で納品するという形でね、えー、どんどん儲かる商品を探していきましょう。以上、天場アカデミー、堀秀夫でした。